チャチャ、どうぞ。ほら、シーネちゃんの番だぞ。ラッキー。あれは一体どういうことなんでしょうか。じゃあ、愛してないの？もちろん愛してはいる。お師匠様と大魔王の手先のアクセスが愛し合ってるなんて。セラビ、何を考えてるの？信じられない、信じられない。はい、私の勝ちです。そんなの信じられません。あ、ごめんなさい。アクセス、どうしたのだ。まだチャチャを仕留められんのか。は、何をためらってやる。お前らしくないぞ。それともわしの命令が聞けぬとでも言うのか。ならばそれでもよい。チャチャは必ずこの私が。今少しの時間を。そうだろう。そうでなくてはならぬ。お前は今まで一度たりともわしの命令に背いたことはなかった。これからもな。次に会う時は必ずチャチャの首を持ち帰るのだぞ。よい、下がれ。は、やっぱり妙でやんす。のやつなんかあるだす。はい、また勝ちました。負けた。セラビー先生めちゃくちゃ強い。セラビーも懲りないわね。まあ性分ですから。いくら性格の歪んだお師匠様とはいえ、大魔王の手先のアクセスを好きになるなんて、きっとお師匠様は騙されてるんだ。シーネちゃんどうしちゃったんだろう。悩み多い年頃なんですよ、きっと。さあ続きをやりましょうか。よし、今度こそ勝つぜ。私だって。アクセスとシーネちゃん、実の親子が戦う、そんな残酷な。どうしたらいいのかしら。わからない、わからない。死ぬかと思った。セラビーに相談してみよう。多少抵抗あるけど。死ねちゃうダメだわ。うっとうしい。お師匠様、ただいま帰りました。あ、シーネちゃん、いいところへ帰ってきたわ。ちょっと出かけてくるからお留守番頼んだわよ。お師匠様、どこへ。ちょっとね。まさか男の人に会いに行くんじゃないでしょうね。何言ってんのシーネちゃんったら。バカね、そんなわけないじゃない。じゃ行ってくるわ。お師匠様、何か隠してる。それに新しい香水だった。やっぱあいつとデートだ。このまま行くと。お師匠様でした。でもアクセスは悪いやつなんだ。幸せな時はほんのわずかだけ。あなたがそんな乱暴な人とは思わなかった。バカめ、私はお前を一生こき使うために結婚したのだ。さあ働け、働け、働くのだ。お前もだ、死ね。働け、働け。私はなんて不幸な女なの。死ねちゃん、私の涙でお風呂を沸かしてちょうだい。かわいそうなお師匠様。
私が戻ってくるまでにお掃除、お洗濯、お夕食の用意ちゃんとやっといてね。いい？わかった？はい。じゃ今度こそ行ってきます。んひょっとして逆かも。さあ働いて働いて働きしのよ。シーレちゃん、あんたも逃げられると思ったら大間違いよ。私はなんて不幸な男だ。結婚は墓場だ。よしよしよし。どっちにしたって最悪だ。そう、やっぱり妙なやつでやんす。後をつけてきてよかったでやんす。ここ、ここは大魔王様に反逆した者を収容するクモノオスの監獄だす。でも最近は使われていないはずだす。近寄れないでやんす。時間配でやんす。アクセスのやつを追いかけるだす。お師匠様ったらいくら掃除してもすぐに散らかすんだから。よし、よしよしこれもこれもよしよし、お片付け、お片付け、よっと。あ、ん、これはお師匠様の日記帳。ずいぶん古いな。もしかしてアクセスのことが書いてあるかもしれない。いけないいけない、人の日記帳を盗み読みするなんて。あちゃー、は、白紙？何も書いてない。お師匠様ったら三日坊主にもなってない。今日魔界から白馬に乗った仮面の剣士が、仮面の剣士？アクセスだ。今日魔界から白馬に乗った仮面の剣士がやってきた。魔界から来た剣士は私に赤ん坊を預け去っていった。とっても真面目そうで可愛い子だ。その子の名はシーネ。僕がアクセスの子供？ そんな、僕は魔界の一族。できるんだか。父に抗うか否か、お前の気持ち一つ。私は今よりチャチャを倒しに行く。聞いたですか？聞いたでやんす。シーネがアクセスの子供だ。面白いことになってきたでやんす。やんすやんすやんす。シーネ、我が息子よ。父は魔界の宿命に生きよう。どうしたのセラピー？感じます。どうやら大魔王が動き出したようですね。
しかしこれはセラビあ何なのよ、相談に乗ってくれるって言ったでしょ。ああそうでしたね。人には避けられない宿命というものがあるのです。え、ひょっとしてセラビーはアクセスとシーネちゃんのこと知ってんのかしら。諦めなさい、あなたにとって小じわはもう避けられない宿命なのです。おや、違いましたか。当たり前でしょ。それでは今こちらに向かっているアクセスのことでしょうか。もう来たの。なんだって、アクセスが来る。よし、今度は負けないわよ。そうだそうだ、あんなやつウィングクリスで一発だ。うん、アクセスを甘く見てはいけません。ん、彼は魔界一の剣士、マジカルプリンセスといえども気を引き締めなければ。シーネちゃん、ドロシーちゃん、シーネちゃんは。シーネちゃんは今お城で。ドロシーちゃん、私からもお願いします、シーネちゃんを呼んできてもらえませんか。でも分かったわ。親と子が戦うなんてそんな残酷な。やっぱりアクセスとシーネちゃんは戦わせるべきじゃないわ。シーネちゃん、どこ？シーネちゃん？私の日記？シーネちゃん？いよいよ来たようですね。シーネちゃんはきっと来ます、信じるのです。はい先生。行くぞチャチャ。うん、試練の時ですよチャチャ。逃げずに私が来るのを待っていたか。さすがはプリンセス。いよいよ始まったでやんす。我々は高みの見物です。チャチャ、お前の命をもらう。そんな簡単にはあげないわよ。そうだ、俺のだってやんないぞ。うん、そうでなくては面白くない。見事に受けてみろ。なんだ、なもんでやられるかよ。ほほう、よし、お返しよ。入れよ炎。かっこいいぞ。パーティー、あっ、あっ、あっ、パーティー。チャチャ、これだけか。やろう、これが相手だ。入れよ、入れたぞ。わー、パーティーや。うわ、ダム。リア、ごめん。ここまでか。くそ。やっぱりマジカルプリンセスに変身しないと勝てない。シーネちゃんはなんで来ないんだよ。シーネちゃん。よーっすよしやんす。シーネは来ないでやんす。シーネには戦えないわけがあるでやんす。目で任せ言うと承知しねえぞ。まあ考えても親子の絆は強いということだす。でやんすねやすですさ。ってことは許せろ。じゃじゃ逃げろ。シーネちゃん無駄だ。バカ野郎、シーネちゃんは来るさ。いや、シーネちゃん、僕は戦います。お父さん、
あなたと、そしてあなたを倒します。ん？セラフィ、なんとかして。アクセスとシーネちゃんは実の親子なの。戦わせちゃダメよ。プリンセスとしての試練なのです。そしてそれはあなたたちの試練でもあるのですよ。シーネちゃんとアクセスのことも避けられない宿命だったのです。ジャジャさん、お父さんを、お父さんを魔界から救ってください。シーネちゃん、やった！お父さん！シーネちゃん！お父さん！お父さん！なぜ僕をお嬢様のところへ？心配いりません。ウィングクリスは命を奪ったりはしません。え？シーネ、父を許せ。私は魔界の騎士として育ち、生きてきた。私の魂の隅々まで魔界の掟がこびりついている。私は魔界の宿命から逃れられなかった。せめて我が子だけは死ね。お前だけは魔界の呪縛から抜け、強く明るくたくましく育った。
欲しいと。お父さん、お父さん。アクセスは私のところへシーネちゃんを連れてきてこうも言ったわ。シーネの母は大魔王の手により囚われの身になっている。お母さんが？え？そのためにアクセスは大魔王の命令に逆らえなかったの。大魔王め、大魔王、大魔王め。シーネちゃん、お母さんを助けよう。ああ、今すぐだ。チャチャさん、リア。アクセスには西洋が必要ですね。ドロジーちゃん、お家へ運んでくださらない？なんで私が？シーネちゃんのお母さん代わりだったんですもん。当然よね。お母さん。これがクモノオシの監獄？なんて恐ろしそうなところなの。陰険なクモ女が見張っているって言うわ。ここにシーネちゃんのお母さんは閉じ込められているのね。かわいそう。絶対私たちの手で助け出してみせるわね。え、ほら、なんか聞こえない？シーネちゃんのお母さんが歌っているのよ。次回、大会涙の子守唄。